次に井井井上上上君君のの質疑を行いますす日本共産党の井上聡です総理、ウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領と会談をされました。今、ロシアの侵略の中止と撤退を求める国際的な取り組みの強化、そして日本のウクライナ支援は、憲法9条に基づいた非軍事の人道支援に徹するべきだと申し上げたいと思います。 総理は会談で、NATO の信託基金に3000万ドルを約40億円を拠出し、殺傷能力のない装備品の支援を表明をされました、まあ、その中身、やり方はまだ明らかになっておりませんが、NATO を通じての支援で、殺傷能力のない装備品に限るということが、どのように担保されるんでしょうか。岸田内閣総理大臣 今般、拠出を行う NATO の信託機器については、拠出国が使徒の指定を行うことができるとされています。我が国の拠出を,を通じた支援に関しても、NATO を通じたウクライナへの差し押せのない装備品の供与に使途を指定した上えで、今後、細部を調整する予定であると承知をしております。 井上さとし君あの過去の日本の NATO の信託基金への拠出金をの実績成果を見ますと例えば2018年では649万6000円でヨルダン軍における女性軍人支援プロジェクトやイラン軍への訓練支援なども成果に挙げられておりますまあ今回軍の支援などには使われないのか殺傷,殺傷能力のあるなしではなくてやはり非軍事の人道支援に徹することが求められていると 重ねねて申し上げたいと思うんです、ね、で重大なのは、このウクライナ支援を契機、口実に、武器輸出の制限を一層取り払おうという動きであります。国家安全保障戦略には、武器輸出について、力による一方的な現状変更を抑止し、日本にとって望ましい安全保障環境の創出になると盛り込まれました。しかし、もともと日本には、憲法の平和主義の元素に則っった、 国際紛争を助長することを回避するために、武器の輸出を禁じた武器輸出三原則がありました。まあ、これを安倍政権が撤廃をして、防衛装備移転三原則へと大転換をして、武器輸出に道を開いたわけです。まあ、その上、今、自民党からはですね、この三原則の運用方針を見直して、殺傷能力のある武器を 輸出を可能にするように求める声が上がっています。先日防衛大臣も前向きの答弁をされました。殺傷能力のある武器を輸出することが我が国にとって望ましい安全保障環境をつ作ることに総理なるんでしょうか。岸田内閣総理大臣。<laughs> えあの防衛装備品のまあ海外移転についてはまああのまず委員ご指摘のように、えー。 この新たな国家安全保障戦略の中で、特にインド太平洋地域における平和と安定のために、力による一方的な現状変更を抑,制し抑止して、我が国にとって望ましい安全保障環境の創出や、 国際法に違反する侵略や武力の行使、または武力による威嚇を受けている国への支援等のための重要な政策的な手段となる、このように記載されています。防衛装備移転三原則、あるいは運用指針をはじめとする制度の見直しは、こうした観点から結論を出していかなければならない課題だと認識をしています。 えこの見直しの議論はこれ,これから行われるわけですが、今申し上げた方針に基づいて、結論を出していく、こうした課題であると承知をしております井上聡君。殺傷能力のある装備品の輸出問題については、まともな答弁がございませんでした。ここうううういいい支援ををすすれば一層国際紛争の助長になるということと申し上げたいと思うんですね そして今、この武器輸出の拡大が、防衛産業の強化と一体とされているということが重大です。安保三文書に向けた有識者会議の報告書は、民間の防衛産業をより積極的に育成強化を図っていく必要があるとして、海外に市場を広げ、国内企業が成長産業として防衛部門に積極的に投資する環境をつくるとしました。これも国の姿を変えるものであります。 外務省の発行する日本の軍縮不拡散外交の2008年版は、小型武器問題で果たしてきた日本の役割に触れております。紛争で主な武器として使用され、毎年最低50万人が殺傷されているのが小型武器であって、事実上の大量破壊兵器と言われております。こう書いてます。日本は小型武器問題が国際社会に提起されて以来、国連を中心とする枠組みを通じて、この問題について指導的役割を果たしてきた。 外為法および武器輸出3原則等に基づき、原則として武器輸出を行っておらず、輸出を前提とした軍需産業もないことから、国際社会をリードできる立場にあると、こうあるんですね。ところがこの記述はその後なくなりました。武器輸出が緩和された結果、国際社会をリードする立場がなくなったからですよ。その上、さらに輸出ルールを改定をして、輸出を前提した軍需産業を育成強化するという、総理、 海外で武力運送が発生すれば、利益につながると、そういう国が果たして平和国家と言えるんでしょうか林外務大臣小型武器対策でございますが、日本は1995年以来、毎年小型武器の非合法取引に関する決議案。 これを他国と共同でですね。国連総会に提出しまして、毎年採択されてきております。また、世界各地において、武器回収、廃棄、研修などの小型武器対策事業を支援してきておりまして。 まあ例えば2019年には、グテーレス国連事務総長が提唱されました、軍縮アジェンダに基づき設立されました小型武器対策メカニズムに対し、200万米ドルを拒否するなどしてきております。えー、このように我が国は小型武器対策に関しては、今日においても積極的な役割を果たしておりまして、引き続き国際社会の取り組みに積極的に貢献してまいりたいと考えております井上聡君。 原則として,て武器輸出を行っておらず、輸出を前提とした軍事産業もない、だから国際社会をリードできると言っていたのに、それをですね、軍事産業を育成、強化するということであれば、まさに平和国家とはもう言えないんじゃないかと、これ、総理に聞いているんで、どうでしょうか岸田内閣総理大臣、えー。我が国の平和国家としての、えー、基本的な姿勢、これは全く変わっておりません。 それを国民、えー、国際社会にしっかり理解を,を,をいただくことが重要であると思います。そしてその際に、この安全保障、国際社会におけると平和と安定において、えー、日本自らがその責,、えー、責任をしっかり果たしていく、えー、こういった姿勢も信頼を得るために重要であると思います。不作化する国際環境の中で、日本として、 国際社会の平和と安定を維持するために、どのような責任を果たしていくのか、これが我が国の外交・安全保障の中で問われていく、具体的にそうした信頼に応えるべく、努力を続けていきたいと思っています井上聡君政府自身がです、ね、輸出につながる軍需産業がないから、国際社会をリードできると言ってたんですよ、それを今、さらに根底から覆そうとしていることを問題にしてるんです。 さらに経済援助をも軍事的に変質させる動きも重大です。日本は途上国への政府開発援助、ODA、これまで基本的に非軍事に限ってきました。ところが、安保三文書にはこう書かれました。えー、ODA とは別にですね、同志国の安全保障上の能力、抑止力の向上を目的として、同志国に対して装備品、物資の提供やインフラ整備等を行う、軍党が非役者となる新たな協力の枠組みを設ける。 これに基づいて、えー、来年度予算には、同志国の安全保障協力強化資金20億円が計上をされております。これ、対象となる同志国とは一体どこなのか、先日の院内集会で外務省は、大部分が軍事的用途の支援になると述べましたけれども、外務大臣、そういうことですか。林外務大臣。 この同志国という用語でございますが、まあ、一般にある外交課題において、目的を共にする国、これを指す言葉として用いられると承知しておりまして、いずれの国が同志国に当たるかについてはですね、 日本と目的を共にするかという観点から個別に判断をしております。まあ、その上で、本支援は我が国にとって望ましい安全保障環境を創出する観点からですね、支援の意義のある国を対象とする考えでございますで。内容でございますが、法の支配に基づく平和、安定、安全の確保のための能力向上に資する活動、人道目的の活動、国際平和協力活動等の国際紛争との直接の関連が想定し難く、 本支援の目的の達成にとって意義のある分野に限定してです、ね、まあ、資機材の供与、インフラ整備等の支援、攻撃したものを行う考えでございます上井上聡君あの。限定しているかのように言われますけれども、これまで ODA では対象でなかった他国軍が対象になるんですね。そして、レーダーなどが想定されていると言われますが、この警戒監視活動、それはもう軍事活動そのと一体ですよ、そのものですよ。そして、ね、今 あのまさにこの ODA とですね、別枠なら軍事援助でもいいという問題ではありません。あの日本の国際貢献のあり方の根本的な転換になる問題です。今の ODA について、政府開発協力大綱ではこう述べております。非軍事的協力によって世界の平和と繁栄に貢献してきた我が国の開発協力は、 戦後一貫して平和国家としての道を歩んできた我が国に最もふさわしい国際貢献の一つだと、そして国際社会の高い評価を得てきたと、こう述べてるんですねの。我が国のこの在り方の問題だと言ってるんですよ。私は ODA と別枠であれ、軍の装備品への無償援助というのは、これはここで言っている。 平和国家としての日本の国際貢献の在り方としては、真っ向から反すと思いますけれども、総理、いかがでしょうか岸田内閣総理大臣。えーまずあの、ODA と、そしてご指摘のこの、えーまあ、支援、えー、とのお、まあ、比較でありますが、この軍事的用途への使用の回避原則。 これ開発途上国の経済社会開発を目的とする ODA に関する実施,実施上の原則であり、これは今後も堅持をしていきます。そして、同志国の安全保障能力、抑止力の強化を目的とする本支援については、我が国の平和国家としての歩みを引き続き堅持しつつ、 同志国の安全保障上のニーズに応えていくことを大前提としており、そのための実施方針を別途定める考えです。まあ、具体的には、防衛装備移転三原則および同運用指針の枠内で支援を行うこと、国際紛争との直接の関連が想定しがたい分野に限定して支援を実施すること、そして国連憲章の目的および原則との適合性、 これを確保すること、こうしたことについて、定めていく考えであります井上聡君あの。先ほど言いましたように、我が国のこの国際貢献のあり方の問題だと、この開発協力大綱でも言ってるわけですよ。これはそのままだと言いますけど、別枠を作って、そして軍を対象にした支援をするというのは、やっりわが国の在り方自身が問われるわけですね。 あの国際紛争との直接の関与が想定し難い分野だと強調されますけど、そういう問題ではないんですね。あの紛争地や ODA の現場に行って活動している NGO の日本国際ボランティアセンターは、昨年末に安保三文書の撤回を求める声明を出して、こう述べています。非軍事ののの国国際協力を行う日日本本にに対してて多くの国からら寄せられた信頼は日本のにとって 現地の活動における支えとなってきましたこれが安保三文書による軍事大国化と国際協力のあり方の転換はで日本の信頼を大きく損ねることになるこう述べているんですね私は国際協力の現場で活動している皆さんからの,の日本への信頼を大きく損ねるという重要な指摘だと思いますこれ正面から受け止めるべきだと考えますが総理いかがでしょうか岸田内閣総理大臣 あの国際社会のまあ信頼を得るために、我が国として国際社会の平和と安定に、えー、責任を果たしていく、まあ、こうした姿勢は大事だと思っています。ご指摘のこの国際紛争との直接の関連が想定しがたい分野についても、平和国家としての歩みを引き続き堅持する観点から、日本が本支援をもって、 紛争に直接介入したり、あるいは武力の行使を後押ししたりするわけではなく、例えば、領海における警戒監視能力を向上させることで、地域における抑止力を高めるといった国際紛争そのものとは関係ない分野に限定して、国際,国際の平和、安定、安全の維持のための支援を行う、こういった方向性について述べたものであると認識をしております井上沙紀君。 平和国家としての歩みを変えないと、言葉だけは言われますけれども、実際には戦守防衛投げ捨てて敵地攻撃能力を保有する、これまで非軍事で行ってきた経済支援も、相手の軍に対して行う、武器質を大幅に解禁して、軍事質で栄えるような国にする、全く私は国の在り方を変えるものだと思います撤回を強く求めて質問を終わります。 以上で、井上聡君の質疑は終了いたしました。